皆さんこんにちは、倹約 DIY です。今日はですね、ニッケル水素電池とはということで、今ものすごく注目を集めているリチウムイオン電池とニッケル水素電池を比較しながらご紹介していきたいと思います。近年はリチウムイオン電池の値段が大幅に下落したこともあって、急速にその利用が伸びているリチウムイオン電池なんですけど、未だに解決できないデメリットとして危険性が高いというものがあります。近年電気自動車が急速に増えてきたことによって、電気自動車に搭載されているリチウムイオン電池が火災を起こしたりすることが割とニュースになるようになってきました。そのようなニュースもあって、やっぱりリチウムイオン電池って燃えたりするから危ないよねって思われている方は多いと思います。こちらの動画でもリチウムイオン電池の危険性についてはご紹介させていただいてるんですけど、この動画の中でもお話はしているんですけど、今現在リチウムイオン電池は危険性があるとは言っても非常に有効な電池なので、世界中で使用が広がっているわけです。ですが危険性がありますので、そのリスクとリターンを天秤にかけながら使用するしかない状態です。これは DIY でリチウムイオン電池を使う場合も全く同じことが言えます。そのリスクとリターンを天秤にかけて使用するかしてないかは各個人で判断いただくしかないんですけど、もしどうしてもリスクを抑えたいのであれば、今日ご紹介するニッケル水素電池を使う方法があります。ニッケル水素電池というのはもちろん絶対安全っていうのはありえないんですけど、発火するリスクはほとんどありません。安全性という面ではリチウムイオン電池より圧倒的に高いと思います。もちろんメリットデメリットありますので、そのあたりをリチウムイオン電池と比較しながらご紹介していきたいと思います。ニッケル水素電池っていうのは一番わかりやすいのが、いわゆる N ループですね。ニッケル水素電池も今はいろんなメーカーから出てますけど、一番有名なのはやっぱりこの N ループだと思います。 DIY で使う場合はコスパとか入手性を考えたら、炭酸型のニッケル水素電池を使うのが一番いいと思いますので、この炭酸型のニッケル水素電池をベースにしてご紹介していきたいと思います。ニッケル水素電池なんですけど、定格が 1.2V で満充電だと 1.4V ぐらいになります。こちらはちょうどリチウムイオン電池の3分の1なんで結構わかりやすいです。炭酸型のニッケル水素電池でだいたい 2000mAh ぐらいの容量です。18650のリチウムイオン電池の容量がちょっと少なめに見て 2000mAh だとすれば、ちょうど炭酸型のニッケル水素電池の3本分と同じということになります。エネルギー密度はもちろんリチウムイオン電池の方が高いんですけど、 DIY で使うにあたってはそんなにべらぼうな差はないのがなんとなくわかるかと思います。ちょっと重さを測ってみたいと思います。45g です。78g です。まあ2倍とまではいきませんけど、ニッケル水素電池の方がだいぶ重いですね。次に電池からどのくらいのパワーを取り出せるかってことなんですけど、まあ分かりやすい指標として電池の内部抵抗ですね。内部抵抗が低ければ低いほど多くのパワーを取り出せると考えれば、ニッケル水素電池とリチウムイオン電池は、まあ、内部抵抗はほとんど同じか、むしろニッケル水素電池の方がちょっと低いことが多いと思います。
まあ、これは電池によっても違うので一概には言えないと思いますけど、一般的にはリチウムイオン電池よりニッケル水素電池の方はパワー自体はあると思います。実は一番パワーがあるのは本当に昔からあるニッカド電池ってやつなんですけど、ニッケル水素電池もリチウムイオン電池よりは多少パワーがあると思います。まあリチウムイオン電池にはちょっと負けますけど、それ以外の電池ですね、アルカリ缶電池とかそういうのに比べたらニッケル水素電池は十分性能が高いと言えます。まあリチウムイオン電池の次ぐらいですね。最初にも少しご説明したんですけど、ニッケル水素電池はリチウムイオン電池よりも安全性が高いので、このように乾電池型のニッケル水素電池が普通に市販されてるんですね。このような18650のリチウムイオン電池はほとんど市販はされていませんので、入手性という面ではニッケル水素電池の方が圧倒的に高いです。またリチウムイオン電池って充電には細心の注意が必要なんですけど、ニッケル水素電池は安全性が高いこともあって、リチウムイオン電池ほど充電に厳密な管理は必要はありません。また価格もニッケル水素電池の方に軍配が上がると思います。このような18650のリチウムイオン電池ですと、新品で買うとどんなに安くても5、600円はすると思うんですけど、ニッケル水素電池は最近このような Amazon とかでも買えますので、タイムセールの時を狙うと一番安くて1本100円ぐらいで買うことができてしまいます。まあ、3本で18650と同じぐらいの性能だとすると、まあ、300円ぐらいで同じ容量が確保できるわけです。いかがだったでしょうか。ニッケル水素電池もリチウムイオン電池より優れている点もたくさんあるのが分かったと思います。ただ電池にとって一番重要な性能はやっぱりリチウムイオン電池の方が優れていると思います。あとニッケル水素電池には気をつけなければならない点が2つあるのでお話ししておきたいと思います。1つはメモリー効果と言われる現象がありまして、こちらは継ぎ足しの充電を繰り返していると見かけ上の電池の容量が減ってしまうという問題なんですけど、使っていてそれを実感したことは正直一度もありません。厳密にはメモリー効果は起きているのかもしれないんですけど、普通に使っていてほとんど気づくレベルではないので、あんまり気にしなくていいと僕は思います。もう一つ注意しなければいけないのは、ニッケル水素電池は自己放電が比較的大きいということです。電池を満タンにしておいても時間が経つと勝手にだんだん放電していってしまいます。こちらも最近技術が発展してニッケル水素電池でもそんなに自己放電は起きなくなりましたけど、電池の劣化が進んでくると、なんか最近充電してもすぐ電池がなくなってしまうなっていう感じの時は結構あります。炭酸型のニッケル水素電池でも最近高容量タイプっていうのが出てきてまして、最大で 2800mAh ぐらいのやつがあるみたいなんですけど、こちらはレビューとかを見てみるとかなり無理な作りをしているみたいで、自己放電だったりだとかサイクル寿命が極端に短くなっているみたいなんで、炭酸型のニッケル水素電池を買うなら 2000mAh ぐらいのやつを買った方が無難だと思います。また自己放電が少ないというのはニッケル水素電池の電池メーカーの技術力を表しているみたいで、このエネループっていうのは発売当初ニッケル水素電池の自己放電が大きいっていう欠点を克服した画期的な電池だったわけです。メリットデメリットあったと思うんですけど、 DIY で使うなら正直絶対リチウムイオン電池を使わなければいけないという状況はほとんどないと思います。性能は確かにいいんですけど、安全性を重視するならニッケル水素電池を使うのが一番いいと思います。正直僕もめちゃくちゃニッケル水素電池を使っていますし、そんなにめちゃくちゃ性能が違うわけじゃないので、
安全性を重視する場合は、ニッケル水素電池がおすすめです。それでは皆さん、さようなら。